中山香織です。この動画では園田競馬場で開催される兵庫チャンピオンシップの3連単予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが5番のイーグルノワールです。前走の雲取賞では4着に敗れましたが、プラス8キロという馬体も影響したことが考えられるので度外視できそうです。今回も馬体がどこまで絞れて出走できるかが鍵とはなりますが、兵庫ジュニアグランプリを優勝した舞台での復活に期待して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが3番の A トラックスです。初の園田競馬となる点は未知数ですが、2連勝でオープンクラスを優勝した実績なら形式持つと言えそうです。鞍上にもジョアン・モレーラ騎手を予定しており、園田競馬でモレーラ騎手がどのような手綱さばきを見せるかも注目したいと思います。次に3番手評価に選んだのが6番のエコロガイアです。ブルーバードカップで2着に敗れましたが、距離が少し長かった点が敗因と言えるので、2波乱短縮となる今回は巻き返しに期待して3番手評価に選びました。今回は3連単フォーメーションで1着に5番、2着に2番、3番、6番、3着に2番、3番、6番、7番、9番、以上の組み合わせで3連単フォーメーション12点で勝負したいと思います。